た日常制圧された遠い未来、絶滅を避けるべく地形と逃れた人類、彼らを機械生命体と戦うためのアンドロイドを開発、戦線に投入する。しかし増殖強化される機械生命体を何百年もの間決定的な打撃を与えられずにいた。西暦11939年に勃発した第14次機械戦争において進化し続ける敵によって戦闘は膠着状態に陥った。衛星機動基地バンカーより発進した攻撃部隊ヨルハとは、新たに対機械生命体用に開発された自動歩兵人形の総称である。